皆さんこんにちは、新宿情報局です。新宿区の区政情報をしんちゃんと一緒に発信していきます。ナレーションは水野が担当します。よろしくお願いします。今回ご紹介する内容はご覧の5つです。まずはこちらから。年末年始に急病になった時のご案内です。発熱等の新型コロナの疑いがありご心配な場合は、かかりつけ医や東京都発熱相談センター、区民健康センターに電話でご相談ください。また東京都では無料検査キットの申し込みを受け付けています。医療機関は新宿区ホームページからも探せます。発熱等以外の症状の場合は、東京都医療機関案内サービスひまわりなどで診療している医療機関をご確認ください。区民健康センター新宿夜間子ども診療室の休日夜間診療もご利用ください。区役所特別出張所の年末年始の開帳日時をお知らせします。区役所特別出張所の業務は、年末は12月28日の午後5時まで、年始は1月4日の午前8時30分から開始します。その他区施設についての業務は広報新宿12月15日号でご案内しています。新宿区コールセンター新宿コールは12月31日から1月3日まで休業します。区役所のサービス、手続き、施設案内などについてのお問い合わせは1月4日以降にお願いします。区立図書館は12月29日から1月4日まで休館します。休館中でも中央、四谷、大久保図書館のブックポストに区立図書館で借りた本を返却できます。ぜひご利用ください。続いてはこちらの項目をお伝えします。新宿区ではさまざまなツールで区の最新情報を発信しています。まずは LINE です。新宿区 LINE 公式アカウントに友達登録し、メニュー画面から欲しい情報を選択することで必要な情報を受け取れます。続いては Twitter、 新宿区公式 Twitter のアカウントをフォローすると最新のツイートを受け取れます。そして Facebook、 新宿区公式 Facebook ページでアカウント登録していただくと最新の情報を受け取れます。区のイベントや事業など最新の区政情報を受け取れる区公式 LINE、 Twitter、 Facebook をぜひご登録ください。続いて広報誌広報新宿についてご紹介します。毎月3回発行している広報新宿は、新聞折り込みのほか区の施設などご覧の場所で配布しています。新聞を購読していない世帯の方には個別配達も行っていますので、ぜひお申し込みください。次にスマートフォン、タブレットで広報新宿を閲覧できる街色についてご紹介します。アプリをダウンロードし、お住まいの地域から新宿区を選びます。そしてご自身の関心のある分野などを選択すると、設定完了、広報新宿発行のお知らせを受け取れるほか、広報新宿のバックナンバーを閲覧できます。また地域情報サイトマイ広報誌のウェブページでも広報新宿を記事ごとに閲覧できます。ぜひご活用ください。最後にご紹介するのは区公式 YouTube チャンネル、新宿区チャンネルです。イベントや事業などの区政情報に関するさまざまな動画をご覧いただけます。ぜひチャンネル登録をお願いします。今回はご覧の情報をお伝えしました。ぜひネットや SNS を活用して区の情報をキャッチしてください。それでは次回もお楽しみに。